続いての企業ですが、ミシェルさん、相対法って知ってますか？いやー、わからん。そういう治療法、はい、あるんです。学校を早く帰るっていうのはあれは相対です。そうじゃないですか。それは違います。はい。さて、今回は愛知の地で最高級のボディメンテナンスを手掛けてくれるこちらの企業様です。愛知から。ボディケア袴田塾。代表、袴田博士。2015年の開業から大きな反響を呼ぶ相対感メソッド。開業から1年で月およそ300人のリピーターを呼んだその方程式は、健康管理、体質改善を行う体幹トレーニング、そしてトレーニング後のパフォーマンスをより高めるボディメンテナンスで構成されている。最近疲れが抜けない方必見、体の痛みが気になる方も必見。施術方法で自己治癒力を生まれ変えさせる今注目の企業をスタジオに招いて詳しく話を聞いた。現在すでに会員様数名いらっしゃるって聞いてるんですけど、何人くらいいらっしゃるんですか？現在会員はおよそ200人です。200人、はい、そんなに多いんですか？メンテナンスがあるってなかなかないですよね。なかなかないと思います。ないですね、はい、体幹トレーニングでどん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 鍛えて、うん、でそのままうてーっとして帰るっていうね、はさせたくなかったですね。はい、なるほどなるほど、うん、でその私たち相対法という施術でトレーニング後にメンテナンスを行うんですけど、うん、会員様の自己治癒力アップ、パフォーマンスアップ、免疫力アップなどのお手伝いをさせていただいています。なるほど、嬉しいですね、はい、素晴らしい、ありがたい、ね、先ほどお話にも上がっておりました、うん、相対法ですか、はい、はどういったものなんですか？そうですね、相対法っていうのは、うん、患者様自身が気持ちの良いと感じられる刺激を味わうことで、はい、体の痛み、体の歪みを解消していく不思議な療法です。気持ちよさという感覚が分かりにくいという点もあるのですが、はい、実際に施術を受けると、うん、そのように体が感じま す, そうですね、はい、先ほど僕ね、うん、痛みを感じるところでね、実はこの収録ね始まる前にね、はい、ちょっといじってもらいました。非常に信じられないことが起きますよ。素晴らしい方でね、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあミシロさん、一回前屈を、ね、前屈、はい、勝てんだ俺もう。わかりました、大丈夫です。起き上がってもらって背中失礼します。はい、これで一度チェックしてみてください。何かが違いましたね、今間違いなくね。あら、もっと柔らかくなりますよ。失礼します。あそこの、あ、何か魔法にかけられているような感じが。どうぞ。へー、いかがですか？だいぶ違いますね。だいぶ違いますね。硬くもなるんですよ。硬くもなる、はい、あ、それいいです。それいいです。やった方がいいですか？せっかく柔らかくなったのに。そう。あ、ちょっと汗が出てきた。失礼します。はい、おお、これで行きましょう。そうか。何かが止められてるんですか、これ。筋肉の動かし方なんですか。そうですね、圧力の関係で。また、つくようにします。ぐーっと後ろ持ってかれるんだね。下に持ってかれるのか。それで大丈夫です。おお、はい、はい、このように変化していきます、体は。こんなに変化なんですか？どれか、どこが痛い、どの動きが痛いって言ったら全然そこには触れずに、どこ押されると気持ちいいって言われたところ、ここ、ここ、ここって言われて自分でここだって言ったら、そこをぐーっと押してくれるんだよね。そう、あれっていうぐらいにこう動くようになったり、そうです。あれっていうぐらいに、うん、どうしてこんな簡単なことで楽になるのかと不思議に思われるお客様が多いのですが、魔法みたいですね。もう赤ちゃんの頃には誰もが味わっていた感覚なんですよ。あ、そうなんですか。あ、そうですか、はい、赤ちゃんの時から、はい、へえ、もうグーンとされるとね、もう現実的にグッと肩を押されて立ってね、グッと押されて、
はい前屈してみてくださいって言ったらあれっていうぐらいにこう伸びるんだよね。その治療を施術していただいている時はなんか分かるんですか？なんかあちょっと変わってきてるって体の中が施術あのグッとされてる時は全く分かんない、はい、だけど前屈して最初に前屈した時と、はい、そのグーッと圧力を受けてその後にはいって言われた時に、はい、うわーっていうのは普通筋肉って先生間違いですかね、俺伸ばして伸ばしてってストレッチやるじゃん、はい、柔らかくするために、うんうん、逆ですよね。逆ですね。中にグーッと圧を高めることで縮めて縮めて柔らかくなってきますね、はい、っていうそっちなんだな。へえ不思議。そうあの不思議な感覚ですよ。元運動選手もね、はい、あれに近いアイスメトロイックみたいな。そうですね。ガッと力をかけて上げてみてって言った時が今度はふわーってリラックス、そういう、うん、そんな感じ、ね、はい、そこまでを体幹トレーニングの後にお客様に会員様にメンテナンスで行っています。あそれだもん。200もうすぐ400になるな。なりますね。もっともっと伸びますね。ありがとうございます。ここで新たな生態を掲げる袴田がどのように相対法メソッドと出会ったのか、現在に至るまでの歩みを振り返ってもらった。もともとは会社員でしたが、いずれかのタイミングで華やか整体師になろうと思っていました。花屋、花屋、はい、全然違うね。比べるものが非常に楽しいですね。花が好きだったこともあり、花が好きだったこともあり、思わず花屋を開業します。自分には開業するんですか？開業しました。あ、されたんですね。はい、20年20年。はい、どっちかを選んでどっちかをやったんじゃなくて、まず花屋を開業するんですか？会社員辞めてから花屋を20年開業しました。なんで花が好きで。花が好きだった。もういいです、ね、代々続かれた花屋とかじゃなくて、じゃなく自分で修行に行き始めました。はあ、素敵だね。へえ、ね、はい、で、うん、私には転機が2つあるのですが、うん、1つ目は父の死です、うん、とてもショックでした、うん、そんなタイミングでもう1つ転機が訪れるんですが、うん、それは姉の死です。ああそうですか、はい、姉はハネムーンというタイミングで死を迎えてしまいました。ハネムーン、はい、で一番幸せな時ですよね。そうですね、はい、私は非常にその病気とかじゃないんですか？じゃなくて突然亡くなってしまいました、ね、うん、家族との別れをきっかけに袴田はもう一つの夢であった整体師の道へと進む。その決断に至った思いを改めて聞いてみた。私は非常に落ち込んで、うん、自分とは何なんだろうかとか考えたんですけど、うん、何か人様のお役に立てることはあるのかと思い、もともとなりたかった整体師を目指しました。あ、整体師になりたいという気持ちは以前からもやっぱそうですね、はい、でも最初は花屋なんですね。最初は花屋でした、はい、不思議だね人生ってね、うん、あ、そうですか。そうですね、40歳までは花屋をやりきると決めていたので、うん、花屋営業を続けながら学校に通いました、うん、で、うん、温泉などのリラクゼーションスペースで修行していたんですが、なかなか結果の出ないお客様がいてショックだったことを覚えています。あ、じゃあそのお姉様のそういう、ね、大変な思いをされた時とその温泉の時のそういうことも重なって、はい、なんとか直したいとか人様にっていう気持ちからきっかけになります。整体師の世界へ足を踏み入れた袴田は当初温泉のリラクゼーションスペースなどで修行期間を過ごしていた。結果の出ない施術が続く中、運命を変えるある出会いが訪れる。やっぱりなかなか結果の出ないお客様がいるんで、まだ何か役に立てることあるのかとネットなどで調べていたところ、そう、中村小太郎先生という相対法に出会いました。あ、そういう先生がおられて、先生がいられます。師匠的な、はい、師匠です、はい、へ、そこからそうです、ね、相対法を身につけ現在に至ります、はい、でも気持ちいいですよね。気持ちいい。痛いことやらないので、はい、やられないので痛いところガンガン攻めるってあるじゃないですか、はい、ないですね、あれないですよね、はい、で押されて気持ちいい、うん、じゃあなんかあのね、痛みに弱い、例えば、ね、お年召した方だったり、うん、はい、幼い子だったりしても痛みなく受けることができるんですね。はい、あ、やっぱり
体ってそれ求めてんですかね、はい、やっぱりこう支えてあげるとか抑えてあげるだとか、ね、なんかありますよね。手当てっていう言葉があるように 手を当ててあげて気持ちよさを感じさせる、せめてでも何か人様のお役に立てればということを大事に自信と情熱を持って行っております。こうやって相対法ですか、はい、どういうふうにこう PR するっていうかお客様に広めていかれてるんですか、うん、現在そうですね、なかなかまだないんですけど、はい、まあ、DVD だったり、そうですね、こういうね、このDVD があるんですね、はい、あらあら本当だ、うん、体感メソッド、うん、他にも何かあるんですか。あとはもう子供から大人まで分かるように4コマ漫画ですかね。本当だ、漫画ってこうねあるとついついこう見ちゃいますよね。見やすいですね、うん、鎖骨下のくぼみを押さえて10回ぐらいぐりぐりしてみて、ちょっと痛いなと思ったけどもってこういうね、うん、治るっていう、うんうん、はい、メンテナンス方法、なんか幅広い層にこうねアプローチというかね、はい、もうアキレス腱とかちょうど僕今右のアキレス腱もね来てんですよ。あ、ギュギュギュ伸ばすんじゃなくて親指と人差し指でつまんで軽く揺らしてあげると、はい、へえ、なんか分かりやすくていいですね。分かりやすい、もう早速後で、うん、ね、ここもやらせていただきたいと思うけど、ね、なるほどなるほど、うん、自己治癒力を高める相対法で多くの人に健康をもたらす袴田博士が次に掲げるビジョンとは。一般の方からぜひ教えてほしいという声を多くいただいています。これは本当に簡単なので皆様ができるようにどんどん広げていければと思っております。目指すは一家に一人整体師の時代を作りたいと思います。あ、なるほどね、家でできることが多いよね、うん、うちのお袋なんかも85過ぎてんですけど、はい、やっぱり僕がそれができたらいいですもんね、はい、なんか家族でできたらなんか家族の仲もちょっと深まりそうですしね、はい、さっきやってもらった気持ちよかった、ここ押されたいと押されたいと言うと、気になる気になる気になる、気にしてください、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。言葉は人を作り、人を変え、人を新たな世界へ誘う。ビジネスの最前線に立つ者たちが心に刻む言葉とは。自分を信じろ。人生を大きく変えた父、そしてあなたの別れが現在のビジネスへとつながる大きな転機でもあった。自身の選択を疑うことなく常に前へと進み続ける、これがボディケア袴田塾袴田博士にとっての格言である。